ムロ関西大学ラグビー A リーグが22日に開幕する。昨季、8校生となった64年度以降で同校初となる7戦全敗で過去ワーストの最下位に沈んだのが同大。リーグ優勝48度、大学選手権で4度の優勝を誇る名門にとって、復権をかけたシーズンが始まる。キーマンの一人となるのが、WTB、FB の上島智也。 2年イコール東福岡。ルーキーイヤーだった昨季から出場を重ねてきた中で、昨年は夏以降になかなか勝てなくて悔しかった。でも、それも自分の中では良い経験になったと思うと語る。熊本県出身で4歳からラグビーを始め、高校時代は新玉名から博多まで新幹線に乗って通学した。朝早いのと新幹線の本数が少なくて、待ち時間も長くて。 でも、ラグビーのためなら、しんどすぎるというほどでもなかった。努力が実り、3年時には全国制覇を成し遂げた。卒業後は、なかなか時代から憧れのあった同大に入学。関西で関東のチームに勝ちたい。日本人だけのチームでラグビーをやりたい、という思いからだった。自由な展開ラグビーで作くは持ち味を出せる場面もあった一方、チームとしての結果はついてこなかった。 昨季は引っ張ってもらっていたけど、今季は積極的に発言もしてチームを引っ張ろうと思っています。左腕を骨折した影響で離脱が続いているが、復帰のタイミングは近づいており、自分の中でも良い感じでスピードは上がってきていると手応えを口にする。昨季は低迷したとはいえ、FW、バックスともにタレントが揃う同大。22日の開幕節は王者、共産大と対戦する。